1853年、ウィーンでは若き皇帝フランツ・ヨーゼフが帝国を治めている。彼を支えているのは規律している兵士たち、腰掛けている役人たち、ひざまずく聖職者たち、忍び足の密告者たち、さらに宮廷でただ一人の男だと言われている皇太后ゾフィー。彼女の助言は絶対だ。ラウシャー殿、教会を襲う過激派を弾圧粛清してください。なんと恐ろしい。許可する。クリミア戦争の情勢についてシュバルツェンベルク公爵が、我が国はロシアにつくべきです、ロシアは革命抑えてくれた、借りを返すチャンス、そのついでにトルコの一部を我が領土に。どう思う、グリューネ伯爵。イギリスが黙って見過ごすはずはない、同盟は難しい。ご決断を。オーストリー皇帝は何も決める必要はありません。はあ、シュリユキの馬車がお待ち申し上げておりますが。皆様、謁見は終わります。しかしロシア大使にはなんと。戦争は他の国に任せておけばよい。幸運なオーストリーは結婚で絆を結ぶのです。行かれるのですよ。